皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は英文は読めるんだけれどリスニングはできない、こういう人がいるのでこのことについて考えてみたいと思います。英文を読めばわかるんだけれど聞き取れない、これってどういう状態なんだろうかと考えてみました。一つ目として文の中を行ったり来たりして意味を考えて日本語にできると、これはできるんだと。で、2番目として英単語の順番を置き換えたりして英語を日本語に置き換えて、ね、この英単語はこういう意味、この英単語はこういう意味と、こういうふうに置き換えて理解していると。まあ簡単に言ったらこの2つくらいが考えられます。でもこれじゃリスニングができないんですよね。これなぜかって言ったら英語を聞き取って理解するとき、ね、音はどん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 消えちゃいますよね。残りません。これ英文を読むときには文字があるので文字を見れば文字の間を行ったり来たりこう眺めればね、いいんですけれど、これその場で消えちゃうのでこんなゆっくりしてる時間ありません、ね、単語の間を行ったり来たりして意味を考える時間はないと。でつまりこれ聞こえてきた順番に英語を理解しなければ英語は聞き取れない、こういうことなんですね。それから2つ目、単語一つ一つこれ全て聞き取ろうとしてる人いますけれど、これはね無駄です。なぜかっていうとこれ単語って文の中で音が変化してるんですね。ですから簡単で自分が知ってる単語だとしても思っている音と違うと、ね、自分が思っている音じゃない、そうすると知ってる単語でもあ、何て言ったんだろう、わからない、でわからないとそこで止まっちゃうんですよね。だから聞き取れない。で、イントネーションとかアクセントがあって音がつながったり消えたりする、こういうルールがあるのでこの音のルール、これを知らなければ聞き取ることができない、こういうことなんです。で、結論から言うとリスニングができていない人、できない人、苦手な人、これは英文が読めていない人なんです。これ読めるってことはどういうことかっていうと英語を読んでそのまま理解できるってことです、ね、英語が苦手な人、リスニングが苦手な人、英文読めますかって、教科書読めますかって、ね、英語の教科書読めますかっていうと大体が読めるっていうんですよ。じゃあ実際にやってみてくださいって、こういうと実はね読めるというレベルが違うんですね。たどたどしく、ね、実際の音じゃなくて単語一つ一つ区切って読んでると、これ読めないんですよ。だって文章の中に入ると音が変化すると、正しい音になってないと、だからダメなんですね、読めてないと。で、意味の塊、意味が分かって読めてるんだったら絶対意味の塊のところで区切ったりしますよね。ところが全然意味の塊で区切れていない、だけど読めてると、ね、音を真似してると思うんですね。英語を読めるっていうのはどういうことかというと読んでそのままの順番で意味が理解できるということなんですね。文字を行ったり来たりして理解するんじゃなくて読んだ順番で理解すると、これが読めるという状態なのでリスニングが苦手な人はこれができていません。で、リスニングができるようになるためにどうしたらいいかというと CD などの音源を利用してまず実際に英語を聞くんです。そして意味を理解した上で、これここは大切ですね。意味が分かんないものをいくら練習しても何の、ね、力にもなりませんから、意味が理解した状態で、ね、音源の真似をして実際に英語を口に出す練習、これを繰り返すと、ね、音を意味が分かっている状態で音を聞いてそれを真似して言うと、ね、真似して言うからこの音のつなが消えたりする、これが自然に自分でできるようになると、あ、どんな音になるんだって、これが分かってくるんですね。ですからこの口に出す練習を何度も何度もしていくと、あ、口に出せる、聞き取れる、ね、そのまま理解できる、そういう力がついてリスニングができるようになっていきます。ぜひリスニングが苦手な人、ね、CD などの音源を使って
英語を音読すると、口に出して言うと、こういう練習をしてみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。